こんばんは、おやじです、晩ご飯の時間です。今日はね、こちら明星一平ちゃん夜店の焼きそばのねカラムーチョ、こんなのがあったんで買ってきました。これとね、スッパムーチョかなんかあったんですけど、カラムーチョにしました。これを食べていきたいと思います。でね、今ねセブンイレブンでおにぎり100円セールなんでね、直巻きのツナマヨ、パリパリ海苔の紅鮭、それとね大好き直火で炙ったソーセージ、これを食べていきたいと思います。開けてみましたけどね、カラムーチョは入ってないですね。ふりかけっていうのがあるんで、これがカラムーチョのやつかもしれません。はい、でね、こちらがねビーフシチューです。炊飯器で人参と玉ねぎをね、炊きまして、その出た出汁でビーフシチューを作ってあります。お肉はね、最初ひき肉とじゃねえな、牛豚合いびき、牛だけにしようと思ったんですけど豚も入れちゃいました。だからビーフだけじゃなくてポークも入ってます。でね、昨日じゃなくてこの間唐揚げが残ったんで、ちょっと唐揚げも入ってますんで、ビーフポークチキンになってますね。で、卵を落としてみました。それではいただきます。もうね、1日寝かしてるんでかなり濃厚なシチューになってます。美味しい。白いご飯かけても美味しそうです。人参もね、もう随分柔らかいってはず、柔らかいね、刺した感じも。味が入ってる。唐揚げは若干衣が取れちゃってるかな。美味しい。カラムーチョ焼きそばがいい時間です。とりあえずね、ソースかけました。ラー油が入っているような色で、でちょっとね独特の香りがします。かやくはね、キャベツが下に入ってました。ちょっとふりかけ入れます。これがね、カラムーチョパウダーのような気がするんですよね。あ、そんな感じだね。すごい見た目辛そう。こんな感じですね。すっごい辛そうです。カラムーチョっぽい匂いがしますよ、ちょっと。これちょっとよく混ぜないと危険っぽいね。ちょっと混ぜます。はい、混ぜ終わりました。とりあえずね、このまま一回食べます。甘い。あ、辛い。最初のね、ファーストインパクトがすごい甘いです。でも辛みがね、押し寄せてきますね。カラムーチョ感はね、若干あるくらいかな。徐々に辛さが来るわ。結構辛いです。私はね、辛いの好きなんですけど、弱いんでね。結構辛いね。このマヨネーズがうまくコーティングしてくれるといいんですけども。結構でも美味しいですこれ。100円ぐらいで買ったんですけど、スッパムーチョの方も気になります。
美味しいんだけど食べづらい、マヨネーズ真ん中にね、マヨネーズが入ってるのが
はい、ということでね、一平ちゃん、夜店の焼きそばカラムーチョ。結構辛かったけど美味しかったです。それとね、セブンイレブンの100円おにぎりを美味しくいただきました。ごちそうさまでした。バイバイ。